ピーとなり、幕は明るくなって、紺三郎がまた出てきて言いました。皆さん、今晩の伝統はこれでおしまいです。今夜皆さん深く心に留めなければならないことがあります。それは狐のこしらえたものを賢い人間のお子さんが食べてくださったということです。そこで皆さんはこれからも大人になっても嘘をつかず、人をそねまず、私との狐の今までの悪い評判をすっかりなくしてしまうだろうと思います。狐の生徒はみんな感動して両手を上げたり、わーっと立ち上がりました。そしてキラキラ涙をこぼしたのです。シロもカンコもあんまり嬉しくて涙がこぼれました。Thank you.
Thank you.